はい、始まりました東美博チャンネル、今回はね、桃の実止まり、桃がね花が咲いた時に、花粉がねちゃんとついて受粉したかどうかですね。それをちょっとね、見ていきたいと思います。こちら品種清水白桃ですね。県内のねいろんな産地のお話聞いててもね、清水白桃、夢白桃なんかはね今年はかなり悪いと、聞いてるんでね、実際どんなもんか見ていきましょう。はい、お分かりでしょうか。これね、ここのブロックね0個です。ついてないですね。こちらは、ここに、1つ、あとこちらにも1つ、この見えてる枝で、2つ着火と少ないですね。はい、こちらの枝も、0個ついてないですね。ついてなかったこのね、こんな感じで全然大きくなってないのがポロポロとあるような感じです。ついてたらねもう実がだいぶ大きくなってるんでね、こんな感じでちゃんとついてるのは大きく育っています。という感じでね、清水白桃ねだいぶ悪いんですけどね。はい、隣の木、こちらも清水白桃です。こちらもちょっと見ていきましょう。こちらの木はね、よくついてます。最終着火量は十分確保できそうですね。予備鉄火で、だいたい 1.2-3 倍くらいの量に調整できそうな残り具合です、ね。ちょっとね適来の甘さがねバレちゃうような感じでねゾロゾロと残ってますけどね。先ほど見ていただいたね木とねこちらの木、同じ清水白桃なんですけどね、開花がねこちらの方がね先ほどの木に比べて、1日早く満開を迎えました。隣の木が、1日遅く1日半くらいかな、満開が遅れたような感じです。今年ね、かなり実止まりが悪い年になっておるんですが、やはりね、4月の上中旬に来た霜のね影響がかなりあるんじゃないでしょうか。あとね、個人的に思うのはねこの霜の影響がね、満開日1日ずれるだけでね、だいぶね、影響に差があったんじゃないかなと思います。他の園地でもね隣同士の木で、満開日が1日ずれるだけで全然ね2止まりが違ったので、早く咲いた早く満開になった木の方はわりかし、しっかりと実がね残ってくれています。はい、というわけでね、今回はね岡山の清水白桃のね、2止まりの様子をちょっと見ていただきました。今年はね、なかなか大変な年になるんではないでしょうか。頑張ってね、いい桃を作って皆さんにね、お届けしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。